横浜市長浜ホールは神奈川県横浜市金沢区の長浜野口記念公園内にあるコンサートホールである。本校では旧横浜検疫所の事務所棟を改築したホールと隣接する野口秀代,代が勤務した旧最菌検査室について記す。1879年、これらの蔓延を防ぐため神奈川県地方検疫所が設置され、 三浦郡町裏に消毒所が設けられた。これは、外国からの船舶が入港する前に、乗客、乗員を検査し、感染症が見られた場合には隔離し治療する施設で、ある。1895年に現在地に移転した。この付近は、埋め立て前の海岸線にあたり、桟橋や迎賓館など40棟ほどの建物が設けられていた。1899年。 開港検疫法の交付に伴い、横浜開港検疫所と改名される。野口秀夫は1899年5月から9月まで本施設で検疫業務に携わった。1923年の関東大震災では多くの建物が倒壊したが、翌年に再建された。1952年に検疫所が横浜港大山橋付近に移転して以降本施設は、 使用されなくなり、廃墟と化していた。1979年により、野口秀代ゆかりの建物として、保存運動が始まる。1985年に、建物の多くは取り壊されたが、保存運動が、実り細菌検査室は、解体を免れた。1993年に、横浜市が、国から土地と建物を取得。1996年11月から始まった。 改修工事は1997年2月に完成し、同年5月22日に開館した。旧最近検査室長浜ホールは、検疫所の事務棟の外観を復元したもので、白い外壁と緑色の窓枠が特徴的である。地下に104席の音楽ホールがあるほか、音楽練習室や会議室も併設されている。旧最近検査室では、コフホ蒸気消毒や、 寒熱滅菌機など昭和初期の備品が展示されている。両建物とも横浜市認定歴史的建造物に認定されている。園内には旧建物のレンガ作りの基礎が発見され、モニュメントとして保存されている。ありがとうございます。